どうも、石井です。さあ、本日の怪談を浴びる会は来ていただきました。空気怪談、もぐらです。よろしくお願いします。お願いします。もぐらって、はい、言うたら、その劇場の合間でむっちゃ喋るような中でもなくて、はい、まあ、たまに仕事一緒なるなぐらいの関係性やったやんか。そうですね。だからまあオファーかけて出てくれへんやろなと思いながら、はい、ちょっとマネージャーさん投げたら、出ていただきまして、アルダソンと。いや、その別にだって、そんな、あんまり喋んないから断るみたいなのないですよ。いや、関係性ないとさ、なんかまあ、ちょっと気まずいやんか。いや、でも、まあ、もともと僕が、うん、まあ、デビューした時に、うん、要はその劇場のもう一番下から始めた時に、うん、もう、吉井さんはやっぱもう上の方いらっしゃったんで、だから芸歴がやっぱりもう相当離れてますから、ね、めっちゃ離れてるの。だから一緒の劇場出るって本当に寄せとかよな。いや本当そうですね。そうよな。それぐらいやって、はい、で、ヤフーニュース見たんよ。はい。ヤフーニュース見て、いやとんでもなく怖い体験してるやんってなって、ちょっとオファーかけたいなと思ってちょっと今日来ていただいたんですけども。はい。まあ、このチャンネルはですね、ちょっとご説明しますね。吉井さんの怪談を浴びる会と題しまして、はい、まあ、お化けの話、はい、人の怖い話、はい、なんかむちゃくちゃ遅刻して、はい、肝冷やしたみたいな、はい、人生で一番怖かった話をしていただいてるんですけども、はい、ちょっとモグラはもうちょっと指定させていただきたくて、はい、奇妙な病気の話。あれは、本当に怖かったですね。ちょっとそれを、はい、今日はちょっと詳しく聞かせていただきたいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、はい、もう一番最初からちょっと、こと細かに教えてください。お願いします。はい、まずあれはですね、もう今から10年ほど前になるんですかね。そんな前なんや。ほう。だから僕が26とか、うん、そのぐらいの頃だったんですけれども。うん、もう空気階段は組んで？もう結成して、まあ2年、うん、3年目ぐらいですかね。うんうんうん、のことなんですけど、うん、まあ当時僕は、高円寺のですね、うん、家賃1万7千円のアパートに住んでて。高円寺で？はい。築何年ぐらい？地区がもう多分あれ30年とか40年ぐらいで。でも3、40年だよ。はい。で、1万7000円。で、1万7000円です。ほうほうほう。で、まあ今もう高円寺に住んでるんですけど、まあ住んでるところは違くて、うん、で、まあ1万7000円で水道代込み。安っ。はい。ちょっと待って、いわくつきでもなくて。いや、いわくつきでもないです。めちゃくちゃ安いよ。広さは、はい、広さは、まあ、4畳半なんですけど、まあ、風呂なしのトイレ共同で、うん、で、トイレはウォシュレットでした。はい、変わってるなぁ。変わってます。マジラブの村ちゃんとかと一緒のとこじゃなくて？あ、違うとこなんですけど。あるんやな。まあでも木造で、はい、あります。まあ、鍵がですね、もう本当に昔のこういう引っ掛ける鍵っていうか。もう体育倉庫やん。そう鳥小屋みたいな。そうです。ってことやんな。鳥小屋系の鍵で。鳥小屋系って何やん。だ鍵はあるってことやろ自分で。一応あるんですけど。ちっちゃってなるよな。そうです。ものすごいちっちゃい鍵ですね。はあ、はあ、はあ。で、まあ木造のほんと引き戸で、うん、っていう、まあいわゆる、まあボロアパートですよね。うんうんうん、に、まあ住んでまして。うんうんうん、で、まあ仕事は、うん、まあ芸人の、じゃあ余裕全然食っていけないんで、うんもう給料本当に100円とか50円とかの。あ、そんなレベルですから。はい。なんで、歌舞伎町でですね、うん、無料案内所で働いてたんですよ。ほうほうほう。はい。で、まあ、その、無料案内所で働きながら、1万7千のアパートに住んで、うん、で、まあ、劇場通って生活してたんですけど。でもそれぐらいやったら生活できるやん。家賃安いし。ギャンブルか。まあ、ギャンブルですね。そうか。はい。ギャンブル教もギャンブル教やもんな。そうですね。あと、まあ、まあ、本当に、まあ、家賃が僕の中で一番、その無駄な、金というか。そんなことないって。やっぱ屋根だけあればいいっていう感じなんで。野ざらしで、あれの、何でもええと。なんで、まあ、その家賃を極限まで削って、まあ、博打にちょっと行きたいっていう。すごいよな、その感覚。
そうですね。で、まあ、その歌舞伎町はですね、うん、まあ、今でも多分そうだと思うんですけど、うん、もうとにかくネズミがものすごい多いんですよね。ほー。で、なんかこう、このぐらい本当にでかい、猫やん。そうです。猫ぐらいのネズミが結構走ってるんですよ。まあ、飲食店もあるし、ね。で、その1万7千円の、うん、まあ、僕の住んでたアパートも、やっぱまあ古いんで、うん、まあ、結構そのネズミ出るというか。あ、ネズミ出んねんや。出るんですよ。G とかじゃなくて。G はあんま出ないです。食べてんねんや。多分ですけど。うわ。ね、G 食後の N が出るんですよ、結構。あの歌舞伎町にいるぐらいの N が出るってこと。そうそう、 G を食べて育った N が。いやー、もうやめてくれ。出るんですよ、ね。で、まあそういう中だから、まあ生活環境としては、まあ正直その衛生的にはそんなに良くない。劣悪も劣悪やな。そうですね、うん、だからもう本当に何ですかね、ちょっと小さい贅沢でクリームパンとか買って、で朝起きたら食べようと思って、その家のまあちゃぶ台のところに置いといたら、朝起きて取ったらすごい軽くて、なんだこれと思って見たら、もう裏のちょうどクリームのところ全部くり抜かれて。え、全部？全部。だからなんかね、ナイフで本当に切り取ったぐらいの鋭利さなんですよ、歯が。歯が。だから本当に何が起きたか一瞬わかんないんですけど、はあ、あ、これネズミに食われてんだっていう。ネズミも狡猾よな。普通に森林っぽく見せといて、裏をやる。裏を。ハリボテにしといて。いや、そうなんです。こっつ。頭いいんですよ。それでも引っ越そうとはしなかった。まあやっぱりその、引っ越すお金とか、家賃上がるんだったら、やっぱその分パチンコとか行った方がいいんで。うん、なぜならばもう無駄だから。無駄ですね。いや、そんなことないって。で、まあ、そういう、まあ、衛生的には良くないところで、まあ、生活してたんですけども、したらですね、まあ、劇場のライブもまあ、週に、本当1本2本とかしかないところで。え、そんな時代結構あったんやろ？いや、あります、あります。芸人評判は高かったんや、言うても。まあでもやっぱ上がれなかったですよね、やっぱり。まあそういうシソンヌとかもそうやったもんな。まあお客さんのね、評価もありますし。で、なんかまあ、久々に劇場行ってネタ合わせしてるときに、本当にね、寝起きで、まあ、昼のライブだったんで、昼1時とかそんぐらいだったんですけど、なんかこう、声がすごい出づらいというか、喉にすごい違和感を感じたんですね。うん、で、まあ、寝起きですぐ来たんで、うん、まあ、ちょっとその、いがらっぽいだけかなっていうふうに思ってたんですけど、あ、まあ、うがいとかしたり、のど飴とか舐めてみたんですけど、うん、ちょっと全然治らなくて、うん、むしろなんか、どんどんこう、喉に突っかえみたいなのが感じるようになっていくというか、どんどん時間を経つことに。怖っ。なんか、何？カラオケ行ったとか、ネタで張り上げたっていうわけでもない。でもないんですよ。別にまだそんなネタ合わせも、なんですかね、その、大声でやってたわけじゃなくて、うんうん、人もいっぱいいますから、うん、ちょっとこう、こそこそやってるぐらいだったんで、うん、で、なのになんかどんどん違和感が出てきて、で、喉がちょっとひどい風邪の時みたいにちょっと痛くなってきたんですよね。タバコまずい時や。そうです、そうです。ああ。で、ちょっと、唾を飲み込んだらちょっと痛いぐらいの感じになってきて。風って思うよな、まず。いや、そうですね。これ風邪かなと思ったんです、うん。で、まあ、でも症状は喉しかないし、まあ、大丈夫かなっていうので、そのまままあライブ出て、で、でも帰る頃にはちょっともう声が出づらくなっちゃってて、まあなんとかライブはできたんですけど、もう、なんですかね、喉の調子は相当悪い感じになってたんですね。うんうんうん、で、まあそれも相方の、まあ、水川もそれ、まあ知ってて、うんうん、まあちょっと今日は、まあゆっくりしたらみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあ、なんせやっぱり、まあバイト、お金もないですから、うん、もう、とりあえずちょっとバイトは出なきゃいけないっていうので、うん、で、歌舞伎町のその案内所行ったんですよ。うん、で、まあ案内所の仕事っていうのはまあ大体、案内所の前に立って、うん、一軒どうですかとか、うんうんうん、キャバクラどうですかとかってこう立って声出しながらお客さん待つみたいな。当時合法の
言ったら店の前の呼び込みみたいな。そうですね、うんうんうん、でそれでお客さんが入ってきたら、うん、まあ中で行きたい店とか聞いて、うんうんうん、まあ接客するって感じなんですけど、うんうんうん、でそこで、こういつも通りこうキャバクラどうですかとかおっぱいどうですかとか言ってたら、うん、もう声がちょっと出なくなってきちゃったんですよ、うん、でなんかおっぱいどうですかみたいなしゃがれた声で、しゃがれた声でキャバクラ一軒ありますけど、なんでなんてってなるよな、はい、であれなんか おかしいなと思って、でまあなんすかね、水とかも飲んでうがいとかもしてるけど、もう飲み物も飲めなくなってきちゃって、いよいよ怖いね、はい、ちょっともう喉が痛すぎて、もうでも唾も飲み込めないぐらいの感じになっちゃったんですよ。でどんどん喉が腫れてきて声が出ない。で、まあ案内所の店長もちょっと、まあ、普段中でまあ座って事務作業みたいなしてるんですけど、ちょっと表に出てきて、ちょっと水君ちょっと声があまりにもおかしくても全然出てないから、うん、ちょっと今日病院行ってくれないかと。周りが心配するぐらい。はい。もうねちょっとやそっとなことじゃね、そんな病院行けなんて言う、そうよな、言わないですけど、うん、明らかにおかしいから病院行ってくれと。でまあ当時僕その保険証持ってなくて、わあ芸人あるある、はい、で保険証も持ってないですし、まあお金ももう本当に1000円とか2000円とかしかないんで、10割負担は乗り切られへんな、ちょっと厳しいですと、うん、いうことを言ったら、まあ店長はじゃあもう貸してあげるから、うん、ねそのお金は、いい人やな、はい、お金貸してまで、うん、はい、でもう夜もね遅くて本当にもう10時とか11時ぐらいの感じだったんで、うんうん、救急になるじゃないですか、だから値段もちょっと高いですけど、まあでもそれももう体のことだからいつ返してもいい、もう返すのいつになってもいいからもう行けと、もうお金バンと貸してくれまして、でまあその新宿の歌舞伎町から、一番近い、まあ、大学病院みたいな、うんうんうん、結構その大きいところが、うん、あるから、うん、まあそこに行ってきなと言われて、うん、タクシーに乗って行ったんですよ、うんうん、で、救急の、まあ、窓口に行って、うん、まあ軽く症状、ちょっともう声が出なくて、仕事もできないんでちょっと見てほしいんですけどっていうふうに伝えたら、まあ救急の先生が来て、で、まあちょっと今日は正直もう結構いっぱいで、もうあと一人しか受け入れができないと、はあ、で、ちょうど今患者さんが重なっちゃってて、うん、僕とあとまあ連絡があってまだ来てないんだけど今向かってる患者さんがいて、うん、どっちか一人しかもう受け入れることができないんだよっていうのを言われて、まあ でもとりあえず、まあ今先に疲れたんで、診察だけ、まあ、軽くちょっと見させてもらうから、うんうん、申し訳ないけども帰ってもらうことになるかもしれないけど、うんうんうん、いいですかと、うんうんうん、で、はい、わかりましたって、うん、で、診察室、まあ、連れてかれまして、うん、で、まあ、喉が悪いんでしょつって、うん、はい、もう声も出なくて、もう唾も、もう水どころか唾も飲めない状況なんですって、あ、わかりました、じゃあとりあえず口開けてもらっていいですかって言われて、で、とこう、まあ、いわゆる、まあ、あるあるっていうか、まあ、普通のこう診察の時に喉をこうやって見る、喉をこうやって見るやつですね、うん、で口開けてもらっていいですかって言って、あーって開けたら、もう先生がこう口見た瞬間に、あ、これもダメだと、怖っ、ダメだ、これもダメです、これね鈴木さん、これネズミしかかからない病気かかってますよいや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 、喉を見ただけで分からへんやん、でも、うん、ってなって、うん、あ、これもダメですってなって、そしたら、先生が、ちょっとすいませんっつって、うん、なんかパネル持ってって、うん、なんか、そのパネルを、うん、救急の、なんか、その本日のなんか、うんうんうん、救急の治療状況みたいなのが書いてある、うんうんうん、はいはい、スケジュールみたいな。なんかあるんですけど、うんうんうん、で、そこにカーンってはめて、で割り込み？もう
重病患者治療中みたいな。モグラカットイン。いや、そうです。カットイン、カーンってして、うん、で、でもパッと横見たら、その、うん、さっき、連絡があったっていう患者さんが、到着したところで、うん、で、そしたら、一人の男なんですけど、うん、血まみれの男で、大変やん。で、警察が両脇にいて、なんか悪いことしたんかな、で警察に抱えられて、でもう自分で歩けないみたいな、警察に抱えられて、もう血まみれでフラフラした人が歩いてきたんですよ。でそしたら先生が、すいません、ちょっと今日重病患者いるんで、いや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 、え、声、はい、帰ってもらっていいですかっつって、うち血だらけ超えて喉見ただけの男が、はい、これよりひどいのと思って、怖で、もう警察と一緒にもうその男が帰ってって別の病院行ってて、はい、で先生がもう今日は鈴木さんだけなんですって。そんなレベルなんよ。で、ちょっと説明しますとつって、これ普通人間にはかかんないんですよつって、あのネズミしかかかんなくて、ネズミ同士でこうやり合う病気なんですけど、あ、まあなんか鈴木さんかかっちゃってて、って鳥インフルエンザみたいなもんや。なんか多分そんな感じ。鳥インフルエンザが豚に行って豚から人に行くかもしれんみたいな。はい、うん。たまにあるんじゃないですか、そういう。なぜかこう人にかかっちゃう。うん、変異型の。はい。で、それだったみたいで、でなんか標本みたいなのをこう取り出してきて、で見せてくれたんですけど、鈴木さんの病気これなんですよ、つって、したらなんかもう、もしほっといたらですけど、喉がそのままほっといたらずっとバーって産んで、でこのこっからボトって取れてたって。いやいやいや。いや本当なんか標本でなんか喉だけなんかこう、要はこっから壊死してるってこと。こっから下のなんか標本の写真みたいなのがあるんですけど、その顔はわかんないんですけど、このちょうどこの喉のところだけもうないみたいな。うん、そういうの見せられて、で、鈴木さんこれなってましたよと。で、もう本当に来てくれてよかったです、みたいな。なんていう病気なんそれ。いや、もう病名とかはまあ、わかんないんですけど、で、それで、じゃあ手術ですかっていう、すぐ手術なんですか、先生が。そうよな。いや、とりあえず、抗生物質みたいなのがあるんで、で、それがまあ効くかどうか分かんないんですけど、とりあえずちょっと一回まずそれやってみて、強いやつをまず飲んで、強いやつをで、まあもしかしたらちょっと1週間ぐらいの、まあ、入院になるかもしれませんみたいな感じで、うわマジっすかって。保険証ないし、保険証もないし、で、まあまずちょっと僕が全然水が飲めてない状況だったんで、なんか脱水症状の感じが出ちゃってると。でも、無理やりは飲めないから、血管から入れますっていうことで。ああれ、点滴ってこと？点滴で。なんで、点滴でまず水を、水分入れる。そうです、500ミリ入れると。で、これで、まずなんか1時間ぐらいなんかかかって、で、その後に、まあ、水入れた後、抗生物質、みたいなのを入れていくんで、ちょっと経過を見ましょうつって、でそれが本当に夜中12時回ったぐらいですよね、にそういうふうにこう緊急入院じゃないですけど感じになって、で、まあその薬やってるうちにうとうとしちゃって朝7時ぐらいに、まあ、起きて、で先生が「鈴木さん調子どうですか？」って言ったら、もう全然完全に元の状態に戻ってて、喋れんねや。もう余裕で喋れるし、あ、もう全然大丈夫ですと。で、はあ、多分薬が効いたっぽくて、はあはあ、もう水とかも全然飲めますと。はあはあはあ、したら先生が、って、こんなに、こんなに薬効いて、こんなにそんなすぐに退院できるなんて、回復力もネズミ並みですねって。ネズミそうなんかい。ネズミ回復力高いんかい。回復力めっちゃ高いらしくて。ネズミなんや。モグラじゃなくて。そうですね。やば。でもそのままもう、普通にもう、病院から出て、はい、で歩いてそのまま帰ったっていう。これさ、はい、一番聞きたいのが、その原因は何なの？で、これが原因が、
まあ、先生も言ってたんですけど、多分そのネズミに、要は昼夜ネズミに、囲まれてるような生活だったわけで、うん、職場行ってもネズミいれば家帰ってもいるみたいな。うんうんうん、だ多分その中で、なんかその、なんですか、普段は、そのなかなかネズミと接触しない人間が、やっぱなんか、うん、接触しすぎたから、なんかその、かかったんじゃないかっていう。え、このさ、クリームパン食われてるやんか。はい。それは食べてないわけやろ？さすがに。クリームパンは、まあ、食べてないんですけど、うん、でも、他の食材、例えば、その、まあ、お菓子とか、要は食われてるかどうか分かんないようなものですよね。その、開けっぱなしにしたポテチとか、そういうのは僕食ってたんで。だって気づかへんわけやんか。ネズミが食ったかどうか分からんし、はい、しかも、ネズミが横行してるってなったら、ちっちゃな糞とか、が、タバコ吸ってる時にそれ口に入ってたかもしれないしな。そうですね。まあ、一番多分原因としてありそうなのは、うん、やっぱそのお菓子とかの、まあだから関節キスですよね。キツネと、キツネじゃない、ネズミと関節キスでその病気になったんや。なったんだと思います。はい。だから、そのまま、いやいや、もう、その、バイトしてなくて、そのバイト先にいい人もらなくて、お金も借りれんくて、はい、そのまま頑張ってネタしてたら、ある日喉が取れてたかもしれんねん。そうです。こう、聞いたことない病名やねんけど。ある日突然も本当に、ポトって。なんか落ちたなと思ったら、喉でした。喉じゃんみたいな。そんなレベルじゃない。そういう、やば。ことになってたかもしれない。とんでもない話。はい、あ。今はもうそういう環境じゃないから良かったものの、そうですね、まあちょっとネズミが横行してるところで生活してる方はぜひ気をつけてくださいという、うん、はい、特にやっぱ関節キスですよね。するか、それだけは知らんうちにしてるかもしれんってことやもんな。そうですね、開けっぱなしにしたやつをそのまま食わないとか。あ、日本人は綺麗になりすぎてんのかもね。そうですね。いやでもちょっとおかしいけど、ありがとうございました。はい、空気階段は、ネタの YouTube チャンネルをやってるんですよ、ね、はい、そうなんです。でそちらは概要欄に、あ、なんていうチャンネルでしょうか。もう本当にそのまま空気階段チャンネルです、はい、空気階段チャンネル概要欄に貼ってますので、はい、ぜひご確認ください。そしてですね、ちょっと調べると空気階段、はい、全国ツアー、あ、ありがとうございます。いつからですか。ですね、まあ、5月からなんですけれども、はい、まあ、東京から、始まり、まあ、2、3ヶ月ですかね、かけて全国を一周してまた東京に戻ってくると。最終日の配信があったりなかったりみたいなことらしいんですけど、はいはい、あります。塊から聞きましたけど、沖縄1500、はい、高知2000っていうのがあるんですよね。あります。これは怖いな。はい、これだいぶボスです。これは、はい、ちょっと中ボス、強ボス、隠れボスもおるかもしれないしな。そうですね。何箇所？十何箇所？そうです。で、まあ、初めて行く土地もあって。富山？富山ですね。富山とか、あと熊本とかも初めて行くので、正直どのぐらい来ていただけるかっていうのはもうわからないんで。だから、東京近郊はもちろん、まあ、空気階段見たいって人も多いやろうけど、はい、それ以外の県はちょっとだから、はいはい、もしかしたら苦戦するかもしれない。そうですね。ぜひちょっとこちら見ていただいてる、はい、まあその 家近いところでやるよという方は、ぜひ。もう私ネズミの菌持ってないので、むしろ抗体しか持ってないので。そうよな、もう二度とかからない、はい、もう二度とかからないです。すごく安全な人間なので。で、このチャンネルを見てる方で、まあ、空気階段が好きっていう人もいらっしゃると思いますし、はい、空気階段の今度生で見たかったっていう人、チケット代が言ったらそんな万とかいかないので、はい、大体いくらぐらいですか。 4,5 千円ぐらいですかね。6500円です。あ、6500円。うちのチャンネルの方々は僕の大阪の階段ライブのチケット、はい、まあ、6000円とか5000円とかやってたと思うんですけど、はい、全然買っていただいてるので、もうそれぐらいの価格帯で生きてらっしゃる方やと思ってます。あ、高い安いわからないですけども。 VIP の方ですか。ありがとうございます。いや、 VIP じゃないですけど、だからそれぐらいの経済圏にいらっしゃると思うので、で、はい、空気階段のコント、
あのマジおもろなんですよ。で KOC チャンプの時のネタだけじゃなくて、寄席でやってるネタもそうですけど、今回はだから単独ライブから新ネタ、はい、もちろんです、はい、ちょっとぜひご確認いただけたらなと思います、はい、そして、2人とものチャンネル、こちらのチャンネルと空気感のチャンネル、どちらもチャンネル登録高評価ベルマークの通知ぜひよろしくお願いします。お願いします。いや忙しい中ありがとうございます。いやありがとうございます。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。太宰にまつわる人生にめっちゃ似てるみたいな。俺が住んでる家やば。実際にこの方が経験した話なんですね。そもそもうち犬なんか飼ってない。これは警察関係の話ですけど、飛び降りてるんですよね。どうやってマイホル突き破ったと。メディアの50みたいな。メディアの50。メディアに出せなかったお蔵入りの。どぎつい階段聞いてカメラ待ってへんのに喋ってるやんと思って誰が担当してたんだろうってなって昔からその霊感的なものはあったんですよ。赤ちゃんが中にぎゅうぎゅうに入ってるんですよ。